おはようございます、おはようございます、ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあさあ、大津さんは今日は広島県は三好市っていうところを走ってるんですけど、たこ焼きうどんっていうのを食べてきたんですよ。熱々のたこ焼きが7個乗っかってるうどんっていうのを食べてきたんですけど、口の中ベロンベロンになってるところで動画スタートでございます。ほんと口の中の皮がベロベロなっちゃってるな。これ今日は1月の終盤あたりだというわけでございまして、気温3度で三好市中走ってるんですけど、先ほども申し上げました通り、たこ焼きうどん熱々なやつを食べてきて、今のところ全く寒さっていうのは感じておりません。寒い中を走ってきましたら、麺類に限るなっていうところを今日痛感しながら自宅に帰ってるというところでございます。そうそう、これ自宅に帰る様子だというわけでございまして、いつものセカンドチャンネルらしい内容となっております。前に走ってる車が右折していきますですな。これ右折しまして、ドッカーンと走ってきましたら、とんでもない豪雪地帯に入るというわけでございますので、はぁはぁみたいなところも感じながら走ってるというわけでございます。大津さんはおとなしく変な冒険せずにね、帰るというわけでございます。そんならこんなら言っていまして、この橋を渡り切りますと、三好の市内から出るというわけでございます。今止まっています交差点、右折すれば島根県に行きまして、北垣のコロッケっていうのも買いに行けるんですけど、北垣のコロッケも食べたいなっていうところは感じてるわけでございまして、青信号になりまして、大津さん左ウインカーはもう遠くの昔から出してるというわけでございますので、左折させていただきます。左折、これはセカンドチャンネルだというわけでございますので、バイクのことも話していこうかなっていうふうに思ってるというわけなんでございますが、 V ストロームには52先輩からいただきました SP タダオのパワーパイプっていうやつをつけて、V ストロームが生まれ変わったっていうふうに言ったじゃないですか。まるで 250cc のマシンなんですけど、 300cc ぐらいのマシンに感じるようになったというわけでございます。で、今乗っていますこの ADV150 なんですけど、 SP タダオのマフラーがあるのかな、まあないじゃろうなって思って探してみたら、あった、こいつにも欲しくなってるなっていうところを皆さんには白状しておきます。 ADV150 につきましては、乗っていて不満っていうところは全く感じていないんですよ。まあ 150cc もあるスクーターでございますので、いやー走るなっていうところを感じてるんですけど、仮にもしこれで SP タダオのマフラーを ADV150 にくっつけましたら、 200cc ぐらいのマシンに感じるんじゃなかろうかというわけでございまして、それはどうなんだろうっていうところ興味津々の今日この頃だというわけでございます。そんならこんなら言っていましたら、気温計がやってまいりまして、何度だ、4度ね、はい、ただいま4度でございます。話題はポン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 飛ぶというわけなんでございますが、ただいま気温4度の中を走ってるというわけなんでございますが、また今日も電熱セーターの話をするというわけでございます。電熱セーターと電熱パンツと、そしてグリップヒーター、グリップヒータースイッチオンでございまして、そして電熱グラブみたいな装備で走っておりますので、4度の中出発してまだ10分か15分ぐらいしか経っていないんですけど、全く寒さを感じていないなっていうところは皆さんにお伝え申し上げておきます。おろヘルさん、岡山県のツーリングで電熱セーター壊れたんじゃない、いよいよ新しい電熱セーター買ったのっていう風に思われてる方いらっしゃると思うんですけど、直したよ、そんなにポンコラポンコラ発生もするような電熱セーター買えないというわけでございますので、おつさんはもう強制的に直しました。交差点で赤信号に引っかかってるんですけど、今日日曜日なんですよ。ほいで、ただいまの時刻が2時9分というわけでございまして、いつもでありましたらもうすんごい観光の車がバン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 走るところ、そうそう、観光地があるんですよ。三好ワイナリーっていうのが近くにあるんですけど、全然車降りてこないなっていうところを感じてるというわけでございまして、青信号で列ら5位でございます。日曜日でこの交通量の少なさっていうのは何が原因してるのかって言ったら、寒さでございます。どうのこうの言ってもやっぱり寒いというわけでございますので、出かけるのもめんどくさいから、今日はこたつの中入ってからみかんでも食って、あれだ、ハッピーターンでも食べようかっていうお父さんの提案のもと、家族どこにも行けないような状態になってるんじゃなかろうかというところを感じながら走ってるというわけでございます。そしてエッチな掘ったて小屋、はい、今日もエッチな掘ったて小屋のご紹介をさせていただきました。空模様がえらいどんよりしてるなというところを感じながら走ってるというわけなんでございますが、来る時にはね、ほんの少し小雨も降ったというわけなんでございますが、いやいやどうだろうというところも感じながら走ってるというわけでございます。こっから三好から大津さんの家まではまあ近いっちゃ近いんですけど、30キロぐらいかな、40キロぐらいかな、50キロぐらいかな、よくわかんねえな、まあそのくらいの距離感でございますので、雨がドバーッと降ってきても大丈夫っていうところは申し伝えておきます。
自宅に向けまして田舎道を淡々と走り続けているというわけなんでございますが、2023年ヘルチャンネルステッカー販売中、せーのドン。はい、こちら。あ、出たヘルさん、いきなり宣伝ぶちかましてくるねというふうに思われた方いらっしゃると思うんですけど、セカンドチャンネルで事前にこれはお知らせしておきますね。こういう感じでヘルチャンネルステッカー2023年度版っていうのを2種類ほどこさえさせていただきましたので、ご興味のある方はぜひともご購入いただければな。そしてそれをオートバイに貼りまして、どっかの道の駅とかヘルチャンネルステッカー貼ってる者同士で、おヘルチャンネル見てるんだっていう感じで会話のネタにしていただければなというふうに思っております。セカンドチャンネルでなんで最初にこういうことをお話しするのかって言ったら、まだおじさんも現物見てないんだ、ステッカーの。ほいで現物のステッカーが来ましたら、ファーストチャンネルで大々的にお知らせしようかなっていう風に思っております。よろしくお願いいたします。去年もヘルチャンネルステッカーは作らせていただいたというわけなんでございますが、要所要所でオートバイにヘルチャンネルステッカー貼られてる方いらっしゃるんですよ。そしたらおじさん探して声かけてるんですよ。わざわざ持ち主がんで帰ってくるのを待っていたりとか、うわ見ていただいてるんですね、ありがとうございますっていう風な、そういう目印にもなるというわけでございますので、よろしくお願いいたします。そんなこんな言いながら、この甲田地域の近くまで帰ってきたというわけなんでございますが、左ウインカーつけまして、何をするのかって言ったら、前回ここ行ってみたんですけど、大判焼き屋さんがあるんだ、そこがみんなコメントで美味しいみたいなことを書かれていましたので、ちょっと興味があるというわけでございます。やってるかな。前回はお休みだったというわけでございまして、地元では割と有名なお店らしかったんですよ。やってるか。やってない。ないね。そんなわけでございまして、今日もやっていませんでした。左ウインカーをつけまして、こちらの交差点を左折させていただきます。左折。先ほどのお店はおばあちゃんが一人でやってるみたいな、そういうお話を聞いておりますので、まあおばあちゃんだったらねっていうところも感じてるというわけでございます。あれ今気づいたんですけど、たこ焼きうどん食べて口の中の皮がベロンベロンになってるっていう風に冒頭の挨拶部分で申し上げたんですけど、あ、治ってるね、へーみたいな、治るもんかなそんなに。でも実際にベロンベロンがなくなってるなっていうところも感じました。ちょこちょこたこ焼きを食べる動画っていうのも出させていただいてるんですけど、大津さんたこ焼き食べるとき一口でパクッと食べるのが好きなんですよ。あなたはどっち派ですか、ちょぼちょぼ食べる派、それともパク派、どっち。前のトラックがファミリーマートに入ってきます。補充しに行くんだな。そしてこのファミリーマート、前回大津さんが明太クリームバター風味うどんを食べた。あっこで食べたんだよ。いやー言っちゃ悪いですけど、もう二度と買うことはあるまいというボロクソ夜だ。まあね、大津さんいろいろあるんだ。そりゃ味の好みっていうのは人それぞれというわけでございますので、大津さんは二度と買わないという話だけでございます。一平ちゃんのショートケーキ味っていうのが昔あったんですけど、あれは食べる勇気なかった、分かったけど、先ほど気温計があったんですけど、気温が5度まで上がってきましたな。三好走ってる時は4度だったんですけど、5度ぐらいまで上がってくると体感するその感覚っていうのも違ってきまして、あったかくはないんですけど、ちょっと和らいできた、この緊張感っていうのがっていうところを皆さんにはお伝え申し上げておきます。今日は ADV150 に乗ってお出かけしてるというわけなんでございますが、ここ最近 V ストローム250パワーパイプ突っ込んで乗るのが楽しくなったというわけでございまして、 V ストロームばっかり乗り回していたんですけど、 ADV に乗っていましたら、やっぱこいつすごいなっていうところを感じながら走ってるというわけでございます。何がすごいのかって言ったら、すっげえ楽だなっていうところを感じておりまして、今ゆっくりゆっくり走ってるじゃないですか。この時の安定感っていうのが何なんだろう。全然まだ足ついていないんですよ。これでハンドル見てください。あんまりフラフラしないでしょう。さすがにこのくらいでは、ああ大丈夫だな。このくらいのフラつきだよ。足ついてなかったよ。うん。この低速の安定感っていうのはもう強烈なものがあるなっていうところを感じながら走ってるというわけでございます。で、これ何回か何回かお伝えしたんですけど、純正のタイヤだ。セミブロックパターンの。こいつがまたよく食うんだよ。寒い路面でもっていうところを感じてるというわけでございます。そんなことを思うから ADV150 に乗ったらスクータータイプのでっかいバイクも興味が湧いてくるというわけでございます。T-MAX の530とか何回、
何回か言ってるんですけど、ほいでもう一個思うのが ADV の350っていうのかな、あれが外国では売ってるんですけど国内で売ってないじゃないですか。売りゃええのねみたいな、もう ADV の350、250とか売りゃええのによみたいなことを思うというわけでございます。わあオートバイだ、すげえ寒いのにまあおじさんもだけど、でも違う、それは違う、おじさんはなんといってもスクリーンがついてるからねうん、そうなんだ、オートバイであってもスクリーンがついてる乗り物は別だというわけでございます。そんなわけでございまして、大津さんが乗ってるオートバイにはもうことごとくスクリーンがつきますもうこいつがないと乗れない体になってしまいました。スクリーンがついたオートバイしか乗れなくなったその大津さんなんですけど、ハンターカブがずっと眠ってるまんまでございます。ハンターカブの話しますよ、いうのが視聴者の方が大津さんのハンターカブの動画がやっぱり見たいというわけでございまして、なんとマフラーをプレゼントしてくれたんですよ、新品をびっくりだよ君というわけでございまして、ありがとうございます。ご視聴者の方ありがたくいただきまして、ハンターカブもそのマフラーをつけまして近々復活だというわけでございます。本当感謝しかないよというところをお伝え申し上げておきます。そうなんだよな、ハンターカブ10月に壊れたんだよな、カスタムあれこれやってだいたい落ち着いてきまして、今からだっていう時にぶっ壊れてしまって、そしてまあ入れ替わるように ADV150 もちょうどそのくらいの時期に譲り受けたというわけでございますので、入れ替わるようにしてハンターカブから ADV になって、そして V ストロームになってるというわけでございます。スーパーカブはどうしたんっていうふうに思われてる方いらっしゃると思うんですけど、スーパーカブも近々ちょっとした面白い動画を撮れる予定でございます。とあるメーカーさんとタッグで物を作る予定でございます。どうするんだろう、セーラン工房さん、セーラン工房さんとかって、うん、名前言っちゃったねっていうところでもあります。いうのがセーラン工房さんがスーパーカブ C125 の補助ランプステージじゃないんですけど、補助ランプのブランケットを、それを本格的に開発したいなっていうふうに思ってるんで、スーパーカブ貸してっていうふうに言われてるんですよ。あのいつでも貸しますんで言うてくださいね。そんなわけでございまして、セーラン工房さんにスーパーカブ C125 貸し出そうかなって思うんですけど、セーラン工房さんがスーパーカブ C125 に乗って自分の会社にあれ乗って帰るのかな、どうかな、まあ乗って帰ってほしいなって思うんですよ。どれだけ吸気音がうるさいかっていうのを味わってほしいな、ショーショーみたいな、うるせえなこのカーブみたいなことを思いながら帰るんじゃなかろうかなっていうところを非常に楽しみにしております。そんならこんならいろんな話をしながら走ってまいりまして、いつものエネオスとセブンイレブンがあるところまで到着いたしました。はい、というわけでございまして、本日の動画を終了させていただこうかなっていうふうに思いますので、皆様お付き合いいただきましてありがとうございます。オズさんは一服してここでツイートして帰ります。ゴミ置いてるな。まあいいや。はい。ではでは。